どうも、あけおめさんです。はい、どーん。ということでですね、僕、タイと日本のハーフなんですけど、まあね、タイ語が全く喋れないわけですよ。なのでね、まあお母さんがタイ人ということで、タイ語を教えてもらいたいと思います。なので、今から電話してみます。はい。あ、もしもし？うん。あのさ、うん、ちょっとタイ語をね、いろいろちょっと教えてもらいたくて、うん、まず、こんにちはってなんていうの？サワディークラップ。サワディークラップ。男ならね。あ、男ならサワディークラップ。そう。女だったら。女だったら、うん、サワディーカー。サワディーカー。カップとカーなんだ。カップが男で、カップ？クラップ？そう、クラップ。クラップ。クラップ、ユアヘンズのクラップ？そう。あ、そう。うん。秋山ペイソンってなんていうの？秋山カップ。ペイソンはなんていうの？ペイソン。名字はナムサクン言うの。ナムサクン。ナム。ナムサクン。ナムサクン。そう。ナムサクン。クンだよ、クン。クンだよ、クンじゃない。いやいや、わからんわからん。違いがわからん。クンはエビなの？ゴムエビ、サクンは苗字の。わからんわからん、どういうこと？ちょっと待って、中退空。中退は高校を中退すること？そう。そう。中退はあとは？あとね、今日は見てくれてありがとうってなんていうの？ワンニー。ワンニー。コックン、サムライ、チーチョンポン、パニ、ほんまに？書かないとちょっとわかんないわ。うんうん。ワン、書いとかないと。ワンニ、コックン、コックン、サムラ、サムライ、ティ、ション、ダンサデン、ション、ダンサです。ダンサデン。韓国。これで大丈夫なの？うん、大丈夫よ。ワンニー、コックン、サムラップ、ティー、ショーダン、サデン。オッケー、ありがとう。いろいろタイ語とか料理とか、うん、いいこととかね、やっとけば、受けるよ。受けるよ。ということで、お母さんから、最後のね、挨拶も教えてもらったところで、最後にその挨拶をね、言って終わりたいと思います。いきます。ワンニー、コックンサムラプティ、ションダン、ダンサです。ダンス。